アメリカ合衆国の政治家。1874年7月から8月まで、ユリシーズ・グラント大統領の下で、第27代アメリカ合衆国優勢長官を務めた。1822年8月14日、マーシャルは、バージニア州クラーク軍において、ジェームズ・ペド・マーシャルとスザンナ・オレアの息子として誕生した。マーシャルは、地元の学校で学び、1848年に、 ペンシルベニア州、カーライルのディッキンソン大学を卒業した。1850年、マーシャルはカーライルにおいて、ジェイン・スティーブンソンと結婚した。マーシャルは1848年にディッキンソン大学を卒業した後も、助教授として大学に残った。マーシャルは1850年に、古語の聖教授に昇格した。マーシャルは1861年まで、教授職を務めた。 1861年、マーシャルはイングランドのリーズの合衆国領事に任せられた。マーシャルは1865年まで領事を務めた。1869年3月、ユリシーズ・グラントが大統領に就任すると、マーシャルはジェームズ・クレスウェル郵政長官の下で郵政第一次官補に任せられた。1874年7月、 クレスウェル郵政長官が突如辞任すると、グラント大統領は公認の郵政長官に在ロシア公使マーシャル・ジュエルを起用することを決定した。そして、ジュエルがロシアから合衆国に帰国するまでの約2ヶ月間について、グラント大統領はマーシャルを郵政長官に据えることで対応した。ジュエルは1874年8月に郵政長官に着任した。 1877年3月、グラント政権が終了すると、マーシャルは鉄道郵便業務の最高責任者となった。マーシャルは同職を引退まで務めた。1910年2月5日、マーシャルはワシントン DC で死去した。マーシャルの遺体はペンシルベニア州カーライルに埋葬された。ありがとうございます。